初心者におすすめの副業、オーストラリアアマゾン室。後継機で物価の高いオーストラリア。オーストラリアアマゾンで日本の商品を売れば初心者でも稼げます。半年でアマゾン室のスキルが身につきます。日本人には生涯稼げるスキルが必要です。物価の安い日本に住んでいるなら、インターネットを使った物販ビジネスのスキルを身につけるのが一番です。 連日、ね、株価最高値更新というような話をしてますけど実はドル建てで見ると全く最高値は更新していません。これで高景気が来るのでしょうか。円安の影響で物価は上がってるししかし給料は大して上がらない。日本以外の外貨を稼ぐ手段を持たないと暮らしは厳しくなるばかりです。 こちら実質賃金指数の国際比較、1997年を賃金100とした場合、2016年、8年前ですけど、まあ、この時点で、ね、いくらになっているかというのなんですけど、まあ、スウェーデン138.4を筆頭に、アメリカでも大して伸びてなくても115、ところが日本は89.7と、なんと給料下がっていっています。 そんな中、好景気のオーストラリア。しかも、今円安で間もなくもう100円に迫ろうというところまで円安になっています。輸出は円安になればなるほど稼ぎやすいです。そして、物価の高い景気のいいオーストラリアで物を売る。物価の安い景気の悪い日本で暮らすというのはね、非常に稼ぎやすくて暮らしやすい状態になりますので、日本に住んでるならオーストラリアア・アマゾンで稼がないともったいないです。 まずは、ここにメールアドレスを入力して、無料相談を受けてみてください。どんな形でオーストラリアに物を送って稼ぐのか、私がどんなサポートをしているのか、そういった内容をご紹介しています。なお、今、YouTube 動画でこの動画を見ている方は、この欄にね、メールアドレスを入力できませんので、動画の説明欄にある URL をクリックしてお申し込みください。お待ちしてます。